はい、皆さん元気にしとうね、七蔵です。今回遊んでいくアイテムはこちら、ジャグラスジャグラーニュージェネレーションエディションです。はい、こちらはウルトラマン Z に登場するジャグラスジャグラーというキャラクターの SH フィギュア2になります。こちらはタワシウェブ商店限定のものになっております。それでは箱を見ていきましょう。箱はこんな感じですね。まず正面にはジャグラスジャグラーが大きく載っていて、後ろには SH フィギュアーツの写真が載っています。で、横ですね、横、背面、背面には様々なポージングだったり説明が書かれています。でまた横、上、こうがいいかな、上、はい、下、ジャグラスジャグラーニュージェネレーションエディション。まさかね、この今になってまたジャグラスジャグラージャグラーさんが見れるとは思いませんでしたね。嬉しい限りですね。それにまたウルトラマン Z での活躍はウルトラマンオーブの時とは違って、あ、このジャグラスジャグラーというキャラクターはもともとウルトラマンオーブという作品に登場していたキャラクターでした。そしてウルトラマン Z に改めて登場したという形になっています。もしよろしければウルトラマンオーブ、ウルトラマン Z 両方合わせてみるとまたちょっと違ったキャラクターに見えてくるんじゃないかなと思います。はい、それでは開封していきましょう。はい、お、見てください、見えますかね、ここにウルトラ怪獣メダルが、ウルトラメダルじゃないですね、怪獣メダルが印刷されています。ちょっとちっちゃくて見えづらいですけれども、はい、では開けていきましょう。はい、中身はこんな感じで、ブリスターの1枚にジャグラー本体と手首パーツだったり、あとはダークゼットライザーがあったり、あとは Z ライザーがオプションパスとして入っています。はい、説明書はこんな感じですね。ジャグラスジャグラー手首パーツの説明だったりとか、また邪神剣の持ち方だったり、ダーク Z ライザーの持ち方、そしてまたオプションパーツである Z ライザーの持ち方だったりが説明されています。はい、それではさまざまなポージングさせていきましょう。はい、手首パーツを見ていきましょう。開き手だったり、ちょっと少し表情がついたパーツ、持ち手パーツだったり、あとはダークZライザーですね、を持つ用の手、あとは人差し指をこう立てている
ような手首が付属しています。はい、次にダークゼットライザーを見ていきましょう。大きさが分かりますかね。とても小さいです。指を近づけてみます。自分の指がこれぐらいなのでとても小さいですね。ですが Z のマークだったりとか、あとはメダルを入れるところだったりとか、細かな造形がきちんとされていて、本当にダークゼットライザーを縮小したような造形になっています。はい、続いて Z ライザー見ていきましょう。 Z ライザーはもう展開した状態になっていて、メダルが装填されているような形になっています。こちらは付属の手持ちパーツですね。こちらは付属の手持ちパーツで持たせることができて、別売りのウルトラマン Z アルファエッジに持たせることができます。はい、最後に邪神剣を見ていきましょう。刀身は赤くなっていて、まあ、裏面もで少しクリアパーツになっています。はい、持ち手部分も持ち手部分もとても細かく造形されています。ジャグラスジャグラに持たせるときは最初にここの部分を取って持ち手を挿入した後また戻してあげるという手順で持たせてあげます。はい、続いて本体の各部を見ていきましょう。まずは頭部から墨入れがされていて、また造形が細かいですね。正面だとこんな感じです。横からだと横にずっと行くとこんな感じ。横側も特徴的です。まるで三日月のような造形ですね。はい、で後ろです。そしてまた前に戻ってきます。はい、こんな感じです。はい、次は胸部ですね。三日月型の傷が入っているデザインになっています。正面はこんな感じで、横で肩があって、で背中も造形が細かいです。はい、続いて腰部分ですね。はい、正面はこのような造形がなされています。ベルトのような造形だったり、あとはこう腰にトゲのような造形がなされています。横からだとこんな感じです。で後ろ、後ろもトゲトゲと細かな造形がなされています。はい、続いて可動域を見ていきましょう。まずは頭部から。頭部は前後横がですね、ちょっとこの襟が干渉するのと、あとこの顎の造形だったりとかの影響で真横までは向けないですね。ちょっとこう首を上げてあげればまあいけるかなという感じ。はい、次は腕、前後ろで横も、横に行こうとするんですけれども、この肩パーツが少し干渉するので上げれてこれぐらいですね。で戻してあげる。でここにロールが入っていて、
肘はこれぐらい、はい、で手首は交換式になっているので回ります、はい、はい、胸部はここにボールジョイントが入っているので上下だったり横に動きます、腰前後ろ、後ろはこの心の造形があるのでちょっと干渉してそこまで反らすことはできないですね、で横にスライドすることができるんですけれども、これもまたちょっとこのここの造形があるのでこの腰で回すというよりは胸部で回していくという、回す向かせるっていう感じですね、はい、続いて足いきましょう、足は前後ろがほぼいかないですね、これもちょっとこの後ろの造形の関係で後ろまではいかないです、で膝、膝はきちんとここまで曲がります、はい、ちょっと少し中身が見えちゃってる感じですけれども、でもきちんと曲がります、優秀ですね、で、で足首、前後ろ、あとつま先がこれぐらいですね、まあ、頑張ってもこれぐらい、はいはい、それでは比較いきましょう、こちらが今回のジャグラスジャグラーニュージェネレーションエディションで、え、こちらが昔発売されたジャグラスジャグラーになります、まあ、パッと見でもですね分かるように、新しく発売された方は全体的にウェザリングがかかって劇中に近くなったような印象があります、またですね武器の邪神剣の紹介でも言ったんですけれども、刀身がシルバーから赤に変更になっています、全体的にはこんな感じですね、はい、後ろから見るとこんな感じで、後ろから見ると分かりやすいんですけれども、各所に使われているこのメタリックなパーツの色合いが、まあ、シルバーから少し、私の目だと少しこう銅のような色に近い色に変更になっているように見えます、はい、少し赤いメタリック、赤色が入ったような金属のような色に変更になっているように見えます、はい、はい、ジャグラスジャグラーニュージェネレーションエディションいかがだったでしょうか、素体というかジャグラスジャグラー自体は過去に発売されたもののリデコというかバージョンアップになってるんですけれども、本当に見た目もこうウェザリングがかかっていて劇中に近いような印象になったと思います、今回も楽しく遊べました、それでは今日の動画はここまで、またの動画でお会いいたしましょう、皆さん体には気をつけない乾杯、それではまたバイバーイ、この動画は七蔵が制作いたしました、ご視聴ありがとうございました、次の動画もお楽しみに、チャンネル登録もよろしくお願いします。